皆さんこんにちは、さきです。今日は寝たまんまできる腰痛改善のポーズをご紹介していきます。寝る前とかですね、朝起きた時にサクッと5分10分でできるポーズなので、ぜひぜひ腰回り弱い方、もうすでに痛めている方も無理のない範囲でやってみてください。最初は仰向けの状態から始めます。膝を立てて仰向けになりましょう。右足を胸の方に引き寄せてから、足の小指側側面を左足の太ももの上に乗せます。足元が自分から見て4の字になっているような状態、その状態が作れたら左の膝を胸の方に近づけていきましょう。でこの時に外のもも、お尻のあたりが伸びている感じがすれば、そのまま両手で膝を抱えて呼吸を繰り返します。手を置く場所は膝だけでなく、太ももの間から手をくぐらせて、もも裏に手を当ててもらっても大丈夫です。深く吐く息で軽く両手で膝を引くようにして、さらにストレッチを深めていきましょう。もし痛みや違和感があったら一度力を緩めて、また吐く息と一緒に膝を近づける、これを繰り返します。では手を離して足を一度床に戻しましょう。今足をかけていた右足を今度は外側に曲げて、足の甲を床の方に下ろしていきます。でこの時も膝を床に近づけていきたいんですけど、腰が反ったりだとかする場合は膝浮いてて大丈夫なので、背中全体を床につけておいてください。で場所がなんとなく決まったら、反対側の足をまっすぐ伸ばして、右前ももを伸ばしていきます。で手の位置は自由に置いてもらって大丈夫なので、万歳したい方は万歳して、腰の反りだけ気をつけてください。はい、ではゆっくりと左足を立て、右足を緩めて元の位置に戻ります。反対の足も行きましょう。今度左膝を胸に引き寄せてから、小指側をももの上に乗せ、右膝を胸に近づけて持てるところを持ちます。腰痛の原因、人それぞれ8割の方が原因不明というふうに言われているんですが、まあ、お尻だったり前ももが張っている、凝っている、冷えている方が多いのは事実なんですね。こういったストレッチでお尻の血流を良くしていきましょう。では動きを止めて手を離し足を元に戻します。今度左足を外側に曲げて、膝を床の方に近づける、反対側の足を伸ばし、左足の前ももをストレッチしていきます。左の腰だけでなく、お尻が床から離れてしまう場合も膝の高さを上げて、できるだけお尻も床の方へと近づけておきましょう。一つ、もし寝た状態でこのストレッチを行うのが辛い方は、起き上がった状態で同じポーズとってもらっても前もも伸びますので、起き上がった状態で片足を後ろに曲げる、これやってもらっても大丈夫です。よいしょ。さあでは足元を元に戻しましょう。もう一度両膝を立てた仰向けに戻って次のポーズに行きます。今度は両手を体の真横に伸ばして、膝の真下にかかとがあるくらい場所を調整してください。大きく息を吸って、吐きながら両膝を右側に倒し、顔を左に向けていきます。
足元は完全に力を抜いてください。左の肩が床から離れない範囲でポーズをとります。吸いながら膝と顔を中心へ戻し、吐きながら足を左側に倒して顔は右側に向けましょう。意外と足元緊張がギュッと残りやすいので、足の付け根、お尻から楽に力を抜いていきます。吸いながら膝と顔を中心へ戻して、一度息を吐いてリラックス。はい、では今度はもも裏を伸ばす動きを入れていきます。同じように膝を立てて仰向けの状態で、右足をまっすぐ伸ばして足首を90度ぐらいに曲げていきましょう。でこの時点で伸びてる感じがすれば、そのままの状態でもいいし、もっといけそうな方は足の裏を天井の方に見せるように足の位置を上げていきます。でこの状態でいてもいいですし、スポーツタオルみたいなもので足を支えてもらうと、より深くストレッチができます。で今日私が持ってるマフラーでやっていきたいんですが、マフラータオルを土踏まずに引っ掛けるようにして、つま先を少し自分の方に引き寄せるようにしながら、ぐーっと両手で引いていきますね。そうするとより深く伸びる感覚があります。このあたり呼吸を深く繰り返して、徐々にもう1ミリ手前に引けるようになってくるので、様子を見ながら動かしてみましょう。では力を緩めて足をほどきます。では反対の足も同じように行います。左足をまっすぐ伸ばして、足首を90度に曲げ、かかとを遠くにプッシュしていきます。その状態から少しずつ足の裏を天井の方を向けるように位置を動かしていきましょう。で初めからタオル使ってもらっても大丈夫なので、そこは好きなように選んでください。でこの時膝緩めてても大丈夫なんですが、足首が緩まないようにだけ意識をしてください。足首ギュッと曲げたまま、膝曲げてももも裏おそらく効くと思うので、慣れてきたらできるだけ膝も伸ばして、足の裏側全体に効かせていきましょう。そのままもう一呼吸繰り返します。はい、では力を緩めて足左右にパタパタと揺らして少し楽にしましょう。では動きを止め、最後のポーズです。両膝を胸に引き寄せて両手で足を抱えます。ぎゅっと優しく抱きしめるように足全体を包み込んで、肩は楽に床に下ろしたまま大きく息を吸って、吐きながら頭を上げておでこと膝を近づけ合います。吸いながら頭を床へ下ろし、吐いて手足を離しましょう。足は楽に伸ばして仰向けの状態で数分間お休みをします。はい、いかがでしたか。腰痛を持っている方はお尻、前もも、あとはもも裏が冷えていたり固まっている場合が多いんですね。なので今日はその下半身を重点的にほぐす動きを入れました。寝る前行うと下半身の冷えが解消されて心地よく眠れると思いますので、夜でも朝でもおすすめです。ぜひぜひやってみてください。ではありがとうございました。